までしなくていいってば。そう言ってこうちゃんはいつも甘いんだから。寒いよ、帰ってきたばっかりなんだから。熱でもあるんじゃない？今帰ってきたばっかりで暖房つけてないの。冬は寒くて嫌よね。どうかしたの？何かご用かしら？それを報告しに来てくれたのね。ありがとう。でも私銭湯が好きだから共同浴場は使わないかも。あ、もちろん共同浴場が嫌ってわけじゃないのよ。それより一緒にお茶でもどう？部屋もすぐに温まると思うし。私の部屋は嫌？そう、紳士的なのね。そういうことなら食堂へ行きましょう。コーヒーがいいわ、ミルク入りの。気にしてないわ。むしろにぎやかでいいわよ。そうだけど、
みんな可愛いから少しくらい賑やかでもいいかなって。あ、本当にいいのよ。気にしないで。コーヒー美味しいわ。みんなにもこうしてお茶を入れてるの？そうなんだ。でもそうなると幼なじみのはるかちゃんが焼いちゃうんじゃない？ずっと自分だけの男の子だったんでしょ？それがいきなり年頃の子が越してきたんだもの。私だったら心中穏やかじゃないわ。顔が赤いわよ。浩平くんって本当に可愛いわね。弟にしたいくらい。そうよ。それで一緒のお布団に寝るの。想像しちゃった？弟にしたくなっちゃう。怒った顔も可愛いのね。浩平くん、何か困ったことがあったら私に相談してね。このアパートでは私が唯一の社会人なんだもの。私だって平和荘の住人よ。微力だけど浩平くんの力になりたいわ。子供ではないんですから、そろそろ一人で眠れるようにならないと。嫌だ。どうして急にそんなこと言うんだ。昨日までは一言も言わ
最近ずっと思っていたことなんです。ただ口に出して言ったのが今日が初めてというだけで。納得できん。主を良き方向へ導くのがメイドの役目です。いつまでも一緒に寝ているのはよくありません。部外者は黙っててください。部外者とは何だ。公平は庶民生活を教えてくれる私の師匠だぞ。ならばこの件に関しては部外者です。何なのだ急に厳しくなって。いけません。ビシッと離れるべきです。お嬢様を子供扱いしないでください。公平さんと同い年なのですから。あかりの意地悪。意地悪で結構です。あかりなんて嫌いだ。嫌いなのは困ります。タイムがお嬢様の声で台無しじゃ。あかりがいけないんだ。あかりがもう私とは一緒に寝ないって言うから。だからですから理由は先ほどから申してるじゃありませんか。あかりと一緒じゃなきゃやだ。一緒に寝るのが子供だって言うなら私は一生子供のままでいい。なんか修羅場じゃの。もう決めたことです、お嬢様。もしかして幽霊が怖いんじゃない？なんてね。そんなことは。わ、むちゃくちゃ顔に出とる。守るために幼い頃から修行を重ねてきた私に苦手なものなどありません。もちろんです。さきちゃんも弥生ちゃんもあかりさんの知っている人なんでしょう。そういう問題ではありません。実体があるものなら怖がったりはしません。
ありえない存在が不気味なのです。あかり、だったら素直に言えばよかったではないか。言えるわけありません。私はお嬢様を守るものなのですから。お嬢様に頼られる存在なのですから、苦手なものなんて言えません。バカあかり、それでも言うのだ。あかりは私のたった一人の親友ではないか。お嬢様、違うのか？そう思っていたのは私だけなのか？何でも言ってくれ。あかりは私のメイドだが、親友でありたいとも思っている。お嬢様、ありがとうございます。そんな風に思ってくれるなんて、私は幸せ者です。何を想像するの？と化け物みたいに言わないでよ。どうしたのじゃ？うわ、な、な、
と思って着てみればほとんど裸同然ではないか。感じたくないなら振り向くな。こんな格好で出てきたんだから天罰食らいなさい。恥ずかしげもなくそんな格好しちゃう方だったんですか。ほんの少しでも公平さんを見直してしまった私も愚かでした。女の子だらけのアパートに男子が一人、それがどういう状況かお分かりだったはず。なのにそんな格好で廊下をさまようだなんて。若き女の子たちにそのようなものを晒したことを、お嬢様の目に肌を晒したことを専属メイドとして許せません。面白い。どうした公平。私も楽しいわよ。何独り言を言ってるのだ。芝居を打って私から逃れようとするとますます許せません。死んで詫びてください。
んなに驚いてどうしたんですか？お嬢様が生きていた頃は
お嬢様も先お嬢様と同じくらい何でもこなされていたんです。習い事も家事全般も上手な方だったと思います。それが今や見る影もありません。ごめんなさい。でも心配だからこそ言うんです。責任逃れをしているようで心苦しいのですが、私が成仏をしたらどうなってしまうのか、すごく心配です。私がお守りいたしますので、ご安心ください。あかりさん、気持ちはとても嬉しいのですが、あかりさんでは結局は私と一緒です。ゆきちゃんを甘やかす結果にしかなりません。私が望むのはゆきちゃんの自立です。どなたかいい方がいらっしゃればよいのだけど、無理にとは言いません。心に留めておいてください。本当に申し訳ありません。ご迷惑ばかりかけて。でも朝ごはん食べてくださいね。朝食のメニューとは全く異なりますね。そういえば朝食も美味じゃったな。公平殿とはまた違った美味しさで功をつつけがたかったのじゃ。しかし作ったのは私の体なのに、私は何一つ覚えていないとは。いや待てよ、体が覚えているなら私でも作れるのか。いいなあいいなあ、俺もさきちゃんのお弁当が食べたいなあ。ごめんなさい、としあきさんの分はないんです。お前のような変態の分があるわけないでしょ。お弁当は私が食べたいくらいなんだから。あ、そっか、ユキに憑依すれば食べられるわ。ん、なんだ公平。この弁当は私のだ。抵抗しても無駄よ。
このハイパー美少女弥生様に憑依されちゃいなさい。ダメです。にゃん、話しなさいよ。話しません。それより、せっかくみんな集まってるんだから、サキちゃんと弥生ちゃんをどうやって成仏させるか話し合った方がいいんじゃない？まだ成仏させる方法見つかってないんでしょ？こうちゃんだけに負担を敷くのは友達としていけないと思うの。だからみんなで考えようよ。そうだな。皆さんお願いします。ならばもう一度悪霊退散の儀をしてみるというのはどうじゃ？それは前回失敗したのでは？この間は弥生殿が暴れたせいで失敗しただけなのじゃ。私だけのせいなの？今度は亀甲縛りで動けんようにしてやる。あかり、亀甲縛りとはなんだ？お嬢様には全く必要のない知識です。みんなが知っているのに私だけ知らないのか？それは嫌だな。そう慌てなくても、その体に直接教えてやる。ナナコさん、却下。成仏しなくても良いのか？それは憑依って体に悪いんじゃぞ。寿命削られちゃうんじゃぞ。何よりユキ殿がますますダメになってしまうんじゃぞ。それでよし。やるなら早い方がいい。今日帰ったら早速やるぞ。楽しみだ。あ、
だ。部屋に工事業者が来る。他の人間に儀式のことは知られたくない。部屋を改装するのだ。改装というより予定では改築ですね。何せ壁をぶち抜きますから。なんだ、私の部屋なんだからいいだろ。だって今の部屋は窮屈なんだ。私にトイレで暮らせというのか。トイレ暮らしで悪かったわね。私は一昨年までその部屋に3人で住んでたのよ。トイレで3人よ、トイレで。だって悔しいんだもん。こうちゃんは悔しくないの？トイレに住んでるって言われたのよ。はるかさん、大掃除家が基準だと思うお嬢様にそのようなことを言っても無駄です。くぅ、神様は不公平だわ。そうでもない、私には悪霊がついている。それ私？でも大家の公平さんがダメだとおっしゃるなら一旦中止するしかありませんね。でもあかり、私トイレは。お嬢様もそうトイレを連呼してはいけません。はしたないというのももちろんありますけど、はるかさんだけでなく公平さんもショックを受けていらっしゃいます。